おはようございます。最近ですね、ソニー製品、やっぱソニーなんですね。自分持ってるのは全部スマホもあ、カメラもなんで、携帯も買いました。エクスペディア Z5 シムフリー香港よりですね。でこれもソニーです。で GoPro は1台2台持ってますけど、基本はソニー。あとリコーですね。これまあ寒さに強いんで、強かったんで、今まで実証されてるんで、これは持ってます。山用。今度 GoPro が寒さに強ければ、リコーより多分 GoPro の方がいいんで、この子たちを使うと思います。これなんですけどね、ソニーハイオーディオヘッドセット NC750。 こいつがですね、ここがマイクになってて、まあハイレゾと、ノイズキャンセルがあるんですけど、なんでこれわざわざ買ったかというと、あれなんです。これソニーの中のビデオ、まあ録画ができるんですけど、ここに入れて録画をすると、バイローラル録音バイローラルっていうのがあって、この左右の両耳から、立体感のある、音を記憶してビデオが撮れるということで、このヘッドセットを買いました。まあ、もちろんこれは Z5 だと、Z5 はハイレゾも聞けるし、カメラもですね、いいカメラになってます。すぐ 0.3 秒で合わせます。なんで今のソニーの空間手ブレ補正はないもののですね、このカメラの空間手ブレ補正はないもののさっとも合わせちゃいますからね。すごいいい。これだけでもなかなか、昔のアクションカムぐらいの性能は持ってます。よし。